はいどうも、ショイティビです。はい、焼き駅前向こうです。はい、お願いします。はい、本日は、はい、何ですか。ワールドペガサスさんの極太バットを僕が購入したんで、ちょっと向こうさんに打ってもらおうかなと。なんかさ、ワールドペガサスちょっとめっちゃ好きになってね。大好きっす。あの、なんか契約してんの。いや、いやもう何ですか、この極太バットは。すごいんですか。ちょっとかっこいいんだけど。銀色でかっこいいやん、これ。そう、これあの 1300g あって、はいはい、しかも公式も売ってます。マジで実は可能っす。え、なんかもういくつか売ってますもんね。今回はボールあるんで、はいはい、何式ね、ちょっと T で OK 打ってもらおうかなと。よし、そう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 。しかもさ、なんでここ太いの？何これ？これなんか形変わんなすぎてさ、なんだっけ、あのディマリニとかはさ、ここ細いやろ。あ、そうや、細いです。あれとは真逆だよ。あ、真逆です。反対、真反対です。ちなみにそのバッテはあのゴリスポ君から大井君に渡って、大井君から僕に渡って、僕から向こうさんに渡るという、払い回しやろ。すごいね。水のいいバッテですよ。かわいそうなバッテやな。いや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 、俺使っていい？今年いいです、いいです。マジプレゼントこれ出したくないわ。いや、そうっす。これちょっと、いいパッてやる。よーし。はい、ゆっくり。うわっ、うわっ、うわっ、ちょっと待って。振られてる。あれ？いや、僕ね。あ、いい。そうそうそう。あのね、よっぽど力入れるよ、これ。大丈夫、今日、あの、少年チーム取材だけど。大丈夫。俺もカメラ持てなくなっちゃった。いや、いや、いや。あ、でもね、うん、あの、確かに練習になりますよ。そうっすよ。こねないようにしよう。Yeah. あ、重っ。これ子供に振らそうか。重すぎるわ。こういう重いバットの方がやっぱこうパワーがつくんで、はいはい、この冬トレとかすごい。あ、重い、重すぎるわ。 1.3 やばいな。ちょっとフルスイングしてください。ちょっときついな、これ全身に響くわ。いや、そう、いきましょう。やばいやばい。マジで、マジで連中してんの。連中してますよ。こんな重いのね。ちょっと3球連打します。3連ティー。 OKOK、 いきます。はい、3連ティーします。いきます。はい、1、はい、これいける？無理無理、これ100球いける？無理無理。全速、全速に出す。ちょっとね、これやばいって。やばいですか？これ、打ったことある？打ってます。いや、あります、あります。これやばいわ。もうこれ10球でいいよ。え、10球で、あの50球ぐらいのさ、はい、あれあるよ、効果。マジっすか？いや、マジマジマジ。でもそんな、なんかね、いっぱい踏んなくてもっていう。いや、絶対そうだよね。待ってください。そう、いや、待ってよ。これ、きつ。これさ、ワールドペガサスさん、どうしちゃったんすか、これ。正直、俺、DH なんで、うん、基本的に。打たないんすけど、めっちゃ。確かに。たまに出る時あるんで。そう、あ、そうだよね、そうだよね。そう、その時備えて、ちょっと。なるほどね。やっぱ、あの、最近って、人が足んないとかあるんで。確かに、確かに。あの、常に全員がね、出れる準備しとかないと。そうそうそう。オールラウンダーだよ。そうそうそう。じゃあ、あ、バット重すぎるよ。ちょっと一回バット持ってみて。これ。一回持って。お、重い。重い。1300。とんでもないっすね、これ。一回持ってみて。おお。いいね、いいね。フォーム崩しそうっすね。頑張って。今日打てる、今日打てる。なんか本当なんか青々でちょっと今日やばいっすね。やばい、ちょっと被ってるから。本当本当。そっちが真似したよ。いやいや。あ、いいね。1。お、いい。めっちゃいいやん。1。やべ、振り負けてねえわ。いいよ。試合これでいいよ、試合。めっちゃ振れてるわ。やば。力が入んねえから。え、そうなん？そう、軽いとこう、ほら、操作性がいいじゃん。あー、まあまあね。お、いい。いいね。いいっすね。おは、マジか。やばい、つわものいたわ。はい、というわけで、このね、1.3kg のバトルを。いや、俺ね、もしかしたらちょっとね、俺まだ、あの、触れてないね。翔平くんめっちゃ触れてたから。俺はもうね、バッスン行ったりしてやってますよ。ちょっとね、俺だいぶ今あの引きこもって編集ばっかやったから。あ、ちょっとね、まだあの体が追いついてない。俺もちなみに2週間連続毎日投稿してます。マジで？実は。え、あ、だから通りで上がってると思った。そうそう、なんか鶴ちゃんとか上がってたよ。そうそう、ね、思った思った思った。あれ、体張ってたよ。頑張ってます。はい、
ちゃんと見てる。ちゃんと見てます。でもなんか最近グラブ系増えたなと思って。そうなんかね。なんか大井チャンネル系になりたいのかなと思って。いや違う。モンタナさんの、はい、お店のほらいいブログいっぱいあるんで。なるほどなるほど。紹介したいなと思って。ああなるほどね。はい。なんかもう売れてますよ。ちなみに。そうなの、はい。なんかさ家の近くにさなんかそういうショップがあるのってやっぱでかいよ。でかいっす。俺なんかなかなかないから。というわけでぜひねあのこれ概要欄貼っときます。はい。これ。あのお買い求めください、はい、なんか昔さなんかいろんな色あったよね。ありますあります。でもこれ銀かっこいいよ。銀かっこいい、ね、かっこいいと思って。これでいいの買っちゃいました。これ試合で使おう。試合で使おう。向こうするよろしくお願いします。お願いします。翔平 TV を見ている方1名様にプレゼントしたいと思います。大丈夫ですか。どっからだな。はい、応募条件はこちらの前原スポーツさんの Twitter とインスタフォロー、そしてもう翔平 TV のチャンネル登録はもう終わってると思うんで、翔平 TV のインスタフォロー、前原スポーツさんの Twitter とインスタと翔平 TV のインスタフォロー、こちらを応募条件として、当選発表はバレンタインデーの2月14日にしたいと思います。なので応募最終締め切りは2月の13日までにしたいと思います。それではお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお願いします。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ磨き抜いた切れ玉で